鍵盤が食べてみた新シリーズ12球団お土産編2024、はい、第10弾はジャイアンツのりチップスです。おお、ジャイアンツ来た。はい、入ります。この缶もなんか、うん、いいじゃない。はいはい。あ、今なんて言いました？この缶もいいなって。ね、うん、いいですね。渋いね。渋い。これ読売ジャイアンツなんですが、佐賀に工場がある山本海苔店の海苔チップスなんですね。どこね？佐賀。佐賀。おお、うん。で、厳選した具材をまぶして2枚合わせの短冊型にしました。はい。はい。これ開けていいですか？じゃあ、ね。開ける？うん。両方開ける。これ違う味なんですよ。あ、これなんか見たことあんな、こういう。あ、ありますでしょ。あるな、これ。ちょっとやらせじゃない？違う。あれどこだっけ？ソフトバンクやったっけ？ソフトバンクだよね。そう。だけど味がね、また違うんですよ。なんかそれとはまた違う。いろんな球団で、うん、こういう商品をパクリやってるってことだ。それだけ好評なんでしょうね。パクるって言い方ちょっとあれか。ちょっとね、失礼か、うん。いただきますね。いい音。ノーマルの、うん、あれだよね。ソフトバンクはなんか辛かったやんか。何だっけあれ。明太子ね、うん。あれもしかしてね。これノーマルじゃない？発芽玄米。うん。この黒い缶の方が発芽玄米なんですね。あ、違うの味。あ、これ違いますよ。どっちが好きかな。うん。うん。美味しい。はい。ほら、私は梅。梅。美味しい？美味しい。梅の味する？うん、します。すごくします。あー、来た。うん、うん。後から来る。これ、発芽玄米って難しいですね。ノーマルでしょ？うん。想像、皆さんが想像してる海苔の味ね、これ。うん、海苔の味。あ、梅も美味しいな。美味しいですね。うん。発芽玄米ちょっと甘みがあってね、まあどっちもちょっと甘いんですけど、うん、美味しい、うん、これはおやつにいいね。いいですね、うん、うん、あ、なんかこれだけ食べてるのもあれですから、上原さん、これはいい、うん、これに何合わせたいですか？これに何を合わす？何と一緒に食べたいですか？白いご飯ですよね。俺が言う前に全部突っ込んでるけども。白いご飯いかがですか？白いご飯、うん、あ、普通に普通に白いご飯持ってきたの。これでもご飯なくてもいいと思う。そう、うん、つまみとしてね。そう、全然ご飯食べられるね。これはなんでなんでご飯まあおつまみとしてもいいんですが、はい、こういう食べ方もいかがでしょうみたいな。ちょっとお腹空いてるから食うわ。ですよね。せっかくみんな用意してくれたから。梅結構味がしっかりしてますよ。梅、うん、どっちが好き？梅。俺もこっちの方が好き。うん、え、これってこうやって食べるもんだ。うん。海苔だけでもいいと思う。いや美味しいの、美味しいよ、もちろん、もちろん美味しいですね、うん、私納豆にこれをちょっとこうやりたいな。なんかどう、なんていうの、うん、こう潰して入れるのもありじゃない、うん、そう、納豆とかやったら。あ、美味しい、これはね、結構まあありっちゃありね。もうこれ、俺の朝ごはんにしよう。あ、もうジャイアンツさん頑張ってるんじゃないですか、これは。前回がひどかったからひどくないんですけど、ちょっとね、うん、でもポイントアップですよ、多分、うん、今回は。美味しい、美味しかったですね。で、美味しい、美味しい、うん、はい、はい、点数が楽しみです。はい、はい、何何いいの、もう終わり。それで今日小浜くんが点数を貼るフリップを発注し忘れました。はい。なので今日はごちそうさまでしたまでお願いします。わかりました。はい。上原さん、実はですね、うん、ちょっとうちのスタッフがですね、はい、粗相をしましてですね、採点を忘れてしまったということで、ボードをね。いつのやつ？巨人の海苔チップス。覚えてないよ。覚えてないんかい。
だってもう2ヶ月以上経ってるやん。山本海苔店の海苔チップス。海苔チップスは結構、海苔チップス結構なかった？失礼いたしました。ありました。ソフトバンクも食べました。あったよね。明太子。そうそうそう。それはよく覚えてる。覚えてる。のに。巨人は覚えてない。巨人、梅味。あ、そう。梅味が覚えてる。梅味と発芽玄米味。あれちょっと待って、今なんか。え、なんか来たね。なんか来たね。なになに、どうしたの、どうしたの、どうしたの、なんかあったの、なんかあったの、いや、何があったの。はい、ご会社、大してください。失礼いたしました、その度は。この度は。この度は。神、神やん。ということでね、はい、この採点モードをちょっとね。あ、これを持ってくの忘れてたんだ。はい。かまくんが今日持ってきてくれました。はい、記憶から引き出してもう一度採点していただいて。記憶ないなぁ。梅、なんとなく梅を覚えてんなぁ。なんとなく覚えてる。覚えてます。本当に、うん、いや、美味しかったはず、うん、え、海苔だけだったっけ。海苔と発芽玄米味。いや、だから海苔2種類だけ。海苔2種類だっ、2種類ですよね、はい、2種類。確かにね、あのソフトバンクのと味が重なって、ね、ソフトバンクのやつなんか、そうね、明太子はね、覚えてますもんね、福岡ねっていう意味で、うんうん、え、ソフトバンク何個あげてたっけな。ソフトバンク4なあ、これもだから俺も4でいいかな、5にはならないね。こうやってね、うん、謝罪しながら、あのここに物がないっていうね、うん、はい、もうそれも謝らなあかんそれもすいません、もう謝らなあかん。来週反省文書いてこい2枚 A4 2枚昭和です ね、 ね。ということで、いくつだ。4つしました。4つ、はい、点数高いですよ、うん、ね、うん、こんな感じでいいですか。はい、十分でございます、はい、十分でございます、はいはい、4つしました。やっぱり4ついただきました、はい、今日もごちそうさまでした。ね、姉さんが今ちょっと喉の調子が良くないということで、代わりに私が、ご意見番が食べてみた12球団お土産編2024、イエーイ。